北九州市の重度障害者施設で新型コロナウイルスの集団感染が確認されたことを受け北橋市長は障害者施設に対する検査を強化する考えを明らかにしました障害者入所施設15の施設ありますがその中で希望する施設を先行して PCR 検査を行いたいと考えております 北九州市は来週末から重症化リスクが高い介護・障害者施設で月に一度の PCR 検査を実施する方針でしたしかし、きのうまでに小倉南区の重度障害者施設山彦こ学園のスタッフや入所者合わせて47人の感染が確認されたことを受け希望する障害者施設には先行して PCR 検査を行うとしています。北橋市長は 適切にスクリーニング検査を行うことでできるだけ早く状況を把握し対策を講じたいと語りました。